それではこの動画ではザの後に分子が来た形の意味について解説していきますザに分子が来ると一般に名詞になるということを覚えておきましょう例えば負傷者は病院へ搬送されたというこの文章を英訳してこのように訳したとしますこの時今主語はこのザインジュアードの部分今これはザプラス分子の形になっています 今ここには people などのように名詞は全く入っていませんが、これで怪我を負った人々、すなわち負傷者という名詞になるということを覚えておきましょう。座については他のパターンもあるので、いくつか紹介しておきます。まず一つ目に、そもそも座に形容詞がついたら名詞になります。例えば、the poor、または the rich という風うに言うと、人を表す名詞は全くありませんが、これで 貧乏人、またはお金持ちの人といいう意味になっていきまます。また2つ目に「ザに名字が来てその後に複数の「s」が来ると「何々家」というふうにその一家全体を指すことになります例えば「座」「佐藤」「佐藤さんの佐藤」に「s」をつけて「座」「佐藤図」というふうにするとこれで「佐藤家」全体を指すことになります ザの使い方にはこのようなパターンもあるので頭の片隅に押さえておいてくださいそれでは今回のまとめですザプラス分子というのは名詞になることを覚えておきましょうそれでは今回の動画は以上です皆さんご視聴ありがとうございましたチャンネル登録といいねをよろしくお願いしますではまた次の授業動画でお会いしましょうバイバイ